1961年7月から1963年11月の間にアメリカの GMM ドが製造した電気式ディーゼル機関車である。第二世代と呼ばれる最初の形式である。当時、ゼネラルエレクトリックが大型機関車製造に進出してきており、u ボートと呼ばれた U25 バイトが好評を博していた。その対抗馬として設計されたのが、 本形式である。運転席のない B ユニットが存在する。外観の特徴は、運転台屋根上がりから車体中央部あたりまでが一段高くなっていることと、そのために運転台の屋根が段付きになっていることである。従来の形式ではラジエターを排気煙突の前後に置いていたが、本形式では初めてラジエターをロングフード後端部にまとめることができた。 当初は、ショートフードの高さが低い形状をしていたが、サザン鉄道とノーフォークウェスタン鉄道の車両は、ハイフード型である。発電ブレーキを搭載していない車両でも、ハイフード型とされたが、それ用のグリルはなかった。NW 用の車両は、ロングフード側が、前として製造されている。スーライン鉄道、ミルウォーキー鉄道、 ガルフモバイルオハイオ鉄道ではアメリカンロコモティブ製の車両を本形式で置き換えた。そうした形式はアルコの機関車から流用してある B 型台車を装備していた。本形式は A ユニットは908両が製造され、カナダに輸出した2両以外はアメリカ合衆国で使用された。B ユニットは40両製造され、 すべてユニオンパシフィック鉄道に収められた。B ユニットには蒸気発生装置を搭載した車両が8両ある。戦術の通り、GE の U25 バイトの対抗馬として開発されたのが本形式である。U25 バイトの製造が開始された1959年4月当時、GMM ドの展開車種は機関出力2000馬力の GP20 のみであり、 U25 バイトの2500馬力に対して大きく劣っていた。また、U25 バイトはロングフードが機密構造で余圧されているという特徴があり、フード内への吸気口を1箇所に集中させ、そこからフィルターを通して浄化した空気をエンジンへの吸気や電気機器冷却のために使用していた。そのために、フード内部は汚れず、機器の保守性が向上したのである。 U25 バイトのデモンストレーション車両は、賞賛をもって迎えられ、多数の受注を実現した。他方、アメリカンロコモティブは2400馬力の RS-27 の製造を1959年12月より、開始していたが、同期の売れ行きはかんばしくなかった。GMM 度のエンジン部門は567、D2 型エンジンの出力をさらに250馬力。 向上させるべく、新たに 567D3 型を設計した。このエンジンは2250馬力のもので、GE、ER、やアルコのライバル機に及ばなかったが、GMM 度のユーザー、すなわち各鉄道事業者には、すでに取扱実績のあるエンジンと同系統であるという安心感に訴求力があると考えた。U25 バイトと同じく密閉されたロングフード。 集中化された吸気システム、保守の作業性向上といったところにも配慮した。大枠と台車は GP20 との同型のものを踏襲した。集中型の吸気システムは、運転席背後により大きなスペースを必要としたが、機関車の前兆の延長ではなく車高の拡大で解決した。そのために、以前の車体を流用することはできなかった。 GMM ドは、この新型の GP30 を、視覚的にモダンで進歩したものと見せる必要があった。ため、ミシガン州トロイにある、ゼネラルモーターズのスタイリングセンターに助言を交うた。自動車のデザイナーは、GP30 のトレードマークとして、屋根状のコブを提案した。このコブのような膨らみは、運転席前面から吸気口を覆い。 ダイナミックブレーキの抵抗器冷却用の張り出しに続けた。通常、ダイナミックブレーキを搭載しない車両はこの張り出しがないが、本形式では張り出しを設けたままとしたため、非搭載車はこの部分の吸気口がない。当初は GP22 の型名を採用する予定であり、デモ車もこの型名であったが、GMM 度のマーケティング部門は、 GE の U25C よりも大きな数字の方がより進化した車両に見えるという判断を下し GP20 からも世代が異なるという意味を込めて GP30 となった GP30 のリリースと成功により GMM d は GE の市場進出の脅威を打ち払い北米の機関車市場における優位性を保持することができた GE、ER、やアルコに多少出力で劣ろうとも 健牢性及び信頼性、そして、鉄道事業者における GMWM ド正規感者への親近感により多くの注文を獲得することができた。GP30 は2年4ヶ月の間に948両を売り上げており、その量数は6年10ヶ月間で476両を売り上げた、有数5バイトを大きく量化する。多くの大手鉄道事業者が、 GP30 を発注し、多くの中小鉄道事業者が追従した。大量発注も、相次ぎ、ユニオンパシフィック鉄道は152両、ソウは120両、アッチソントピカサンタフェ鉄道は85両、ボルチモアハイオ鉄道は77両を導入した。GP30 は、その設計の良さから2007年時点でも多くの車両が、 継続使用されている。一般的なディーゼル機関車の設計寿命が長めに見ても25年から30年であるのに対して本形式は40年以上も使用されている。対応年数が来た際に廃車とせず本形式の更新と継続使用を選択する事業者も存在している。BNSF 鉄道の GP39M キューバーリントンのオーザン鉄道の塗装 サンタフェ鉄道時代の塗装のままロゴのみ BNSF 鉄道とした GP30U。バーリントンのオザン鉄道は GP30 の更新形式を最も多く所有する鉄道である。消費電力の少ない機関車が必要となるとき GP30 は更新の対象となる。70両が GMM 度に65両がモリソンクヌー線に輸送され、 更新後はそれぞれ GP39E 及び GP39M となった。更新に際しては、新しい発電機、ダッシュ2のモジュール式の電気制御装置を組み込み、エンジンは 567D3 型から 645D3 型に換装され、出力は2300馬力となった。これらの機関車は、 現在でも BNSF 鉄道の地方の小路線において使用されている。BNSF の前身であるアッチソントピカサンタフェ鉄道は自社のクレバーン工場にて同様の更新を行っていた。567型エンジンは2250馬十馬力を保持していたが、645型エンジンの部品を使用して更新した。 発電機と駆動用電動機も更新され、制御装置を含む、電装品は交換された。台車は、ハイアット車製のローラーベアリングを当てがわれ、ブレーキは硬い抱き式となった。運転室屋根上にはエアコンが装備され、新たなホーンも追加された。この更新車両は、前頭部を青、後部を黄色とした、イエローボンネット塗装とされた。形式は、 更新の頭文字を付した GP30U とされた。BNSF 鉄道との合併時には78両が継承され、現在においてもなお使用されている。ありがとうございます。